エントリーカーを紹介しよう。まずは NSXR。 オールアルミボディの NSX をさらに軽量化し、運動性能だけを求めた車だ。サーキットだけでテスト開発されてきたと言われるだけに、まず目を引くのは真っ赤なカーボン製のフルバケットシートだ。そしてエアバッグも配置され、モモ製のステアリングを装着。走りに必要のないものは全て取り除いてしまおうというコンセプトがありありと伺える。エンジンはよりシビアにバランスが取られ、高回転の伸びはノーマルに比べ若干上とのこと。ノーマル NSX の弱点でもあったトラクション不足を解消するために、フロントに比べてリアのバネレートを柔らかく設定し、 LSD の効きを上げることによって対処しているという。軽量化は塵も積もれば山となる方式をとって徹底的に行われている。さあ、これだけ進化して170万円アップ、フルテストの結果はどう出るか。外車税のエントリーをもう1台。 NSXR の一番の好敵手と予想されるのがこの車、ポルシェカレラ RSR だ。今回登場するポルシェは911カレラ2 RS レーシングというモデルで、通称 RSR と呼ばれている。 RS との変更点は、まず車内に張り巡らされたロールゲージ、そしてコンペティションタイプのフルバケットに6点式のフルハーネス、内張りもほとんどゼロ。軽量化は完全に RS の上を行く。どちらかというとカレラカップのレース車に近い車だ。正規輸入はされていないが、ポルシェが売っている1台というのが驚き。 BM 初登場のこの RSR が一体どんな走りを見せてくれるのか。スタートダッシュはリアエンジンポルシェが有利か。さあスタート。NSXR 後半の伸びはどうだ。 NSXR 届かないか。カレラ RS 速い。12秒台に突入。